はい、で、あのね、日本語の力試験聞いたことがありますか？ない。いちいちママのさ、みんなあの、日本語の力試験が、外国人がもし日本の会社に働きたいなら、それとも日本でなんかなんとか仕事したいなら、その日本語の力試験資格とかもらわないといけないと思うので、みんなこの試験のためにすごく頑張ってます。日本の方がその2級と1級の子供たちがこの同会が解決できるかどうかわからないので、それがちょっと見たかったんです。でも僕は今ちょっと同会の写真を送りますね。それがちょっと答えがちょっと教えてください。なんか理解できるかどうかちょっと教えてください。こっちのやつ？そう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 。送ってくれるの？そうそうそう。この動画読んでください。ちょっと待ってね、読めない感じがあるの。あ、それがちょっと見たいので。4年生はね、読める感じなのに、はい、全然してないからね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、僕の前にカメラ調整してよ。ちょっと待ってね。オッケーオッケー。ちょっと待ってちょっと待って、ママに呼んでないでください。まあ、ちょっと携帯調整してください。え、どのような仕事でも動くときに通用するのは相手、人、機械などがあり、仕事を進める手順に、ちょっと待ってね、報酬や感謝の言葉、態度を受け入れるといい、いうことだ。確かに仕事は様々だし、その動きも仕事によって違いがあるように思われるけれど、もうその元いとなることを探してみると通用していることが多い。君たちも勉強して、ほとんど同じではないか。先生などの相手が勉強を始まり、勉強には手順がうまくその手順を覚えて従うという効率のいい勉強ができる。勉強の途中で自分で途中途中で自分でアイルは先生にその途中計画をチェックしてもらう。するとそれからの勉強がうまくできて、いい成果が取れる。こう考えると、つまり学校で勉強していることが会社や社会で働くことを勉強していることになるのだと分かるだろう。謎。そうですよ。なんかあのマナナ、読める漢字だけで読んだら全然大丈夫だよ。それが見たいので、なんか読めるかどうか。会社で君たちが必要とする力はどれだけものを知っているかだけではなく、どのようにして質問を発見し、その発見から課題を解きほどくことを知っているだけではなく、どのように問題を発見し、その発見から、待って待って、同じところ読んでる。なる
大丈夫だ。え、ちょっと大丈夫、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ、ゆっくりお願いします、ゆっくりお願いします。でもマナン結構読んだじゃん、なんかその全部漢字とかちょっと難しくないですか。うん、難しい、難しいよね。なんか10歳なのにこんなに漢字がなんか読めるのはすごいよ、それも。ありがとう。すごい、あの僕のなんか友達にもその同じ読解とか起こったので、なんかすごく内容が紛らわしくなってって言われて、なかなかどんな答えが正しいかってちょっと分からなかったので。だからなんか日本人的にもその読解が難しいですか。うん、難しい。でもあの難しいと思う人と簡単って思う人もいると思う。はあ、なるほど。でなんか今なんか11歳と12歳ぐらいなんか子供対してその読解がなかなか難しくないですか。あ、難しいね、多分。へえ、なるほど。でなんか今までなんかいくら漢字とかあの読めますかとか覚えますか。例えば200、300、1000、2000ぐらい、どれぐらい。あるね。なんかマンがどれくらい漢字とか覚えてますか。どれくらい。ここにあるのがだいたい、まだ出てないやつもあるけど、うん、大体は読めるかなって感じかな。なるほどね。で、まだもし僕は読解の部分に上手になりたいなら、なんか方法とか教えてくれない？なんかちょっと教えて。なんかどうやって上手になるのは。方法か。うん。マナンもね、漢字のテストがあるんだ、よく。というのは、やっぱり、なんて言ったらいいんだろうな。その、まず覚えてない漢字だけを、書いてた。ああ、覚えてない漢字書いてた。そう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 。とか、こういう文章とかだったら、なんて言うんだろう。こういうのは、こういうのってさ、あの読めたらいいの。こういうテストってさ、あの、自分が読めたら、あの、完璧なの。丸。そうだと思う。そしたら、あれだね、なんて言えばいいんだろう、ここに出てくる漢字に、なんて言うんだろう、という漢字を一回、下ろしたらいいかな。一回そういう仕事、わかる漢字は、自分で、なんて言えばいいんだ、読んで、覚えればいいと思う。読んで、なんて言えばいいのかな、読んで、何回も読んで、鉛筆とかで、少しだけ振り仮名書いて、もう1回、2回ぐらい繰り返し読んで、そしたら消したらいいと思う。なるほど。で、新しい漢字が出てきた場合は、その漢字が何回も何回も読んでて、あとはひらがなとか漢字で書いたらすごく練習になると思いますっていうことですね。はい、そうです。なるほど、すごいですね。で、僕はなんか今年あのちょっとこの試験とか受けたいんですけど、なかなか漢字が覚えれるのが難しいだと思うので、今そうだよね、マナンの言った、そうでしょ。今マナの言った通りに、その練習とかちょっとやってみるから、